レブラジル南東部サンパウロ州で25日バスとトラックが衝突し少なくとも40人が死亡しましたバスには繊維会社の従業員が乗っていたということで消防当局は事故現場で37人の死亡が搬送先の病院で3人の死亡が確認されたと明らかにしましたけが人が何人に上るかはまだ分かっていません サンパウロ州の知事は何が事故の原因となったのか明らかな手がかりがない現在、調査中だとしています。